事件の主犯ジュハイマーン・アルータイビー逮捕された実行犯たちアルハラム・モスク選挙事件は1979年にサウジアラビアのメッカで武装集団によってアルハラム・モスクが選挙された事件。1979年初頭のイラン革命はイスラム湾岸諸国にとって国内にいるシーア派を刺激することをび国家体制の西欧化を批判し、 イスラム主義を標榜するイスラーム過激派を増長することの二つの点で脅威となった。ルーホンラーホメイニーは、サウジアラビアのサウード家支配を厳しく批判し、サウジアラビアの国民や膨大な数の外国人、労働者に対して革命を先導していた。また、この事件の首謀者、ジュハイマーン・アルータイビーは、かつてのイフワーンの指導者スルタン、ビン・バジャードの孫で、アルイフワンを名乗っており、 先祖代々のサウジ王室への復讐を目論んでいた。同年11月20日朝、メッカのアルハラムモスクに巡礼者に混じって、死者の体を乗せた腰を担いだ若者の集団が現れた。死者を埋葬する前に聖地を礼拝させることは、珍しいことではなかったので人々は気にしなかったが、これは一体ではなく、武器を人型に包んだものだった。 彼らは巡礼者に紛れて先着していた数百人の仲間と合流すると、礼拝の始まった人気のない地下で武器を配り、二手に分かれて広大なモスクの占領を開始した。一方はモスクを囲む七つの塔と四十八の門を陥落させ、もう一方は聖職者を拘束する手はずになっていた。アナ・アクバルと叫びながら礼拝所に突入した。校舎のグループは聖職者を拘束したが、 その際、モスクの指導者に命令に従うように言って拒否されたため、その側近を射殺した、銃声がしたことから、制圧グループが門を完全に掌握する前に、数多くの巡礼者たちが名を逃れて、モスクを脱出した。それでも、約1000人もの人々が人質となった。脱出した巡礼者の通報から事件を知った、国王ハーリー・ドビン・アブドゥル・アジーズは、鎮圧を決意したものの、まずは、 高位聖職者たちの会議に許可を求めなければならなかった。神聖なモスクの中で流血の事態をもたらすことは禁忌だったからである。結局、鎮圧はやむなしとするファトワーが出されるまで半日を要した。国王は鎮圧に際してモスクへの被害を最小限にし、人質の生命を守り、犯人は生け取りにするべく、努めるよう訓練した。陸軍。 サウジアラビア国家警備隊、治安警察は合わせて5万人が動員され、装甲車や攻撃ヘリコプター、さらには戦車も用意された。翌21日の早朝から作戦が始まり、治安部隊は48ある門のうち2つから突入した、分厚い鉄製の扉を対戦車ロケット弾で破壊し、装甲車を前面に立てて、突入、要所要所にバリケードを築いて待ち構えていた。 武装集団と間に激しい銃撃戦が展開された。合わせてヘリコプターによる効果も試みられたが多大な犠牲を出して失敗に終わっている。24日、武装集団はモスクの地下構造に逃げ込み、治安部隊は地上部を制圧することに成功した。しかし鎮圧側の死傷者の数は膨大であった。モスクの地下には200を超す部屋がある巨大な空間があり、 ここを制圧することは、さらなる困難と犠牲を強いるだろうと思われた。そこで、パキスタンに応援を要請し、パキスタン陸軍の特殊部隊、SGS1 個大隊が派遣された。さらに、フランスから、フランス国家憲兵隊治安介入部隊の隊員を呼び寄せ、作戦計画の指導を受けた。キリスト教徒である彼らはモスクでの活動に制約が生じるので、臨時に、 イスラム教徒に回収するという非常手段が取られた。このことは当時極秘とされた。放水と催涙ガスで武装集団の抵抗を弱めながら、防毒マスク装備の特殊部隊が突入して一部屋、一部屋徐々に制圧していった。難しい状況にある閉鎖空間であったので、彼らは主にナイフを使って作戦を行った。水とガスの力で三三五五投降するものが出始めたが、 なお眼鏡に抵抗する集団もいたため、完全制圧が発表されたのは12月4日になってからだった。当時の公式発表によれば、武装集団のうち死者は75人、拘束者は170人で、鎮圧側は死者60人、負傷約200人である。武装集団は、マフディを自称するカハターン・カハタニと、彼らを共同した反王政イスラム主義の指導者。 ジュハイマーン・アルータイビーに引き入られており、彼らは、ほとんどが、サウジアラビア人、一部が周辺国出身のマドラサの、学生であった。イランとのつながりを示す者もいたが、シーア派との関連はないとされた。しかし、彼らの中には、ホメーニーの写真を大事に持っていた者もおり、その思想に対する影響力を伺わせた。彼らへの尋問から、選挙の起こった20日、 モスク訪問が予定されていた国王を捉えて人質とすることが計画されていたことが明らかになった。拘束されたアルータイビート67名の仲間らはサウジアラビアの法により翌1980年1月9日に4カ所の処刑場で公開処刑されその模様はテレビ中継された。この選挙事件にこうするように東部を中心にシーア派による暴動を 衝突が起こっている。深夜派の暴動や過激な運動は、その後勢いを増し、深夜派への怪獣と取り締まりは、サウジアラビアの重要な課題となった。これに対して、深夜派地域への公共事業を増やして、不満を和らげ、同時に公安部門による監視を強めるなどの対策が行われた。この事件は、サウジアラビアの国家方針に少なからず影響を与えた。王家と政府は、 特殊部隊の育成をはじめとする国家、安全保障体制の整備を急ぐ一方で、これ以降イスラム過激主義者を刺激しないようにする配慮が欠かせなくなった。西欧化や近代化の勢いは停滞し、外国文化の流入をより一層厳しく制限するようになった。ソ連のアフガニスタン侵攻がイスラム世界の注目を集めると、イスラム過激主義者たちは、 ムジャーヒディーンの派遣や資金の援助を主張するようになった。サウジアラビア政府は王室への攻撃を止めることと彼らを厄介払いする目的で資金援助付きでこれらの過激主義者を送り出した。ウサーマ・ビン・ラーディンもアフガニスタンに送られた一人であった。ありがとうございます。